7月7日のアップデートで追加された、ランパーニル。シーズン2でアリーナコインの交換ラインナップの変更に伴い、増えた機体ですね。以前はかなり使っていたので愛着もあります。ヘッドのバルカンは猛威を振るった時期もありますが、果たして。廃所がないとシンプルですね。では、代名詞の LG2 から始動で、その後に2発の回し蹴り。2発目の回し蹴りがヒットすると吹っ飛びますね。続いて腰のマルチステップ。マルチステップ後はニーアタック。ニーアタックがヒットすると回し蹴りに派生可能。外した場合はニーアタック後には何も出せません。ボディのブローショット、威力もそこそこあるブローショットですね。最後にステータス。ランパーニル LG の詳細を出していませんでしたが、こんな感じです。おまけで同じくアリーナコインで交換可能なエンラージハルバード、陸限定のコスト130。空中は突進から振り下ろしでの効果。地上では回転切りを2回。最終弾をヒットで吹っ飛ばし。バフ扱いなので、エフェクトが消えるまでは再度吹っ飛ばすことはできません。立ち止まりますが、巻き込み性能は高そうですね。真下にも誘導かかる最近の格闘武器みたいです。といったところで短時間の動画でしたが、ご視聴ありがとうございます。次回は同じくアリーナコインで交換可能な機体の一機です。